リアルサウンドをご覧の皆さん、こんにちは、伊藤美久です。この度、12月23日に私のサードアルバム、リズミックフレイバーが発売になりました。はい、このアルバム、リズミックフレイバーですね、私の3枚目のアルバムなんですけれども、豪華な制作陣の方と一緒に作り上げたリズムが楽しい、もう聴いてて幸せになる楽曲を集めたアルバムになっております。最近は私すごく食べることが好きなんですけど、特にハマってるのが山芋、とろろがすごい好きで、とっても体にもいいらしくって、とろろをレストランとかで見つけると絶対それを頼んじゃうんですけど、なんでとろろを食べた瞬間はこうリズムに乗りたくなるような、その心が楽しくなる瞬間ですね。トロロ自体はちょっとネバネバしてるんですけど、私の気持ちはこう跳ね上がってるって感じですね。はい、というわけで私のサードアルバム、リズミックフレイバーは12月23日に発売になりました。ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。ということで、伊藤美久でした。バイバーイ。